談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅、ピアノはういろうさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。プロデューサーズを思い返しています。吉澤さんの5回目のレオ、11月13日金曜日のソワレ夕方の公演の第2幕です。マックスのオフィス、あの顔、笑顔にの後下唇を噛んで歯にかむのが可愛すぎて可愛すぎて、こちらの息が止まります。やばい。ただし唇が乾燥していただけという可能性もあります。吉澤さんの場合侮れない。それから手をポケットに入れてキックする可愛い少年っぽいところ、舌でプッと頬を押し出して膨らませる古き良き歯にかむ好青年またははにかむ少年みたいな表情もむちゃくちゃ可愛すぎる。息が止まります。ただし口内炎の場所を舌で探っていた可能性もあります。吉澤さんの場合企まずにナチュラルにこちらを殺しにかかる可愛い仕草があるので要注意です。もし恋に落ちたら抜け出せはしないが、すごくすごく歌い方が優しくてリアルで、しかも音もボリュームもビブラートも完璧でうっとり。この曲の最後、ウーラに押されてキスをされながらジャンってブランケットをピッと真横に出しまして、しっかりと机のカーブにスーッと沿わせて位置を確認して無事にゴミ箱にイン。完璧です。マックスが戻ってきてのうわーいは2回だけかなと思ったら、今回は座ってからちっちゃくうわーいって言ってました。かわいい。オーディションの場面では今回はフランツの店長いじるあたりからウーラの方から誘いをかけて肩をくっつけてイチャイチャ、妖精が気になる2人。その後フランツが改めて歌っている間、プロデューサーの2人ものすごく話し合ってます。レオ君も左手を大きく動かして話してます。何を言っているんだろう、むっちゃ気になる。この場面の最後のヒトラー決まりのところも、ちょっと演者、役者さんと照明さんとでギリギリを攻め合ってるのではないかと疑っているところなんですが、っていうのが最初の頃マックスとロジャーとカルメンがパッて入ってたり、その後マックスにピンスポに決まったのか、ロジャーとカルメンが照明の位置に入らないところで止まるようになったり、ただ隣に座ってるのでウーラとレオ君にも光がちょっと漏れることもあったりあるのですが、動いてなかったり、基本的には多分マックス一人にピンスポットにしたいんだと思うんですけど、どうしても周りも見えてしまうというのもあってか、闇の中で完璧にマックスと同じポーズをとっているレオ君、お疲れ様です。ヒトラーの春初日がうまくいってしまって、マックスのオフィスに駆け戻ってきたところは、ゴミ箱の真横に座ってブランケットを回収、そのまま横ざまにゴロン。この日のお昼と同じ横バージョンでした。吉尾さんも入ってきての二人の歌、レオ君の大成功の功がむちゃくちゃ歌うまくてびっくりです。そしてうまくいくなんてのハモリがもうこの間からうまいんですけど、また完璧なバランスに完璧な表情、ちゃんと嘆き顔なのに声には全く影響がなくバーンと歌ってて、すごい歌うまいってなりました。素晴らしかった。で、奪い合う下りではうえーって騒ぎながらまたソファーに全身乗っちゃう、もう気に入ったのかな、思いっきり乗っかる感じです。思いっきり乗っかってズルズル落ちる。この豚はオーソドックスに4回、なんとマックスのリクエストで3回目を耳元で囁きました。羨ましい。机の下に隠れるところの新聞紙はもうやっぱりなしに決まったのかな。二人のお顔が見えるスタイルで言っています。マックスが行ってしまってレオはリオへのところ、ドアに腕を伸ばすのが可愛い、どうしよう畜生っていうのはかなり素の感じで言って、どうする刑務所かリオかは漆黒の翼、漆黒の翼だったのに、その後ウーラのニコニコにやられて不安不安して退場。裁判所に乗り込んでくるところ、それは違う声が高めである、いろいろですね。これ印象的にね、割って入るところなのでいろんなパターンが出てきました。臆病ネズミのあたりは基本的に漆黒の翼ではあるんですが、細かい間とか仕草とかをちょいちょいいじってきています。今回は船から逃げ出したの後、改めて帽子をクッと構えてからの臆病ネズミさって顔食いでした。何やってもかっこいい。
マックスの悪いところを上げていくところがむちゃくちゃ濃いめで、豚もむちゃくちゃ濃いめで、すごくいい濃厚こってり断罪のレオくん。多分のところで帽子を取るのがもう決定ですね。そしてソロ彼がの歌い出しがむちゃくちゃ綺麗でした。その前にセリフが続いていて、彼が曲入って生きる価値をっていくんですけど、このセリフと曲の間に全く境がなかったというか、オーケストラと上垣さんとの呼吸もぴったりで、セリフの声から歌の声にシフトするミックスの感じも音程も音量もタイミングもすごく綺麗で、もう大成功、大拍手という感じでした。そしてお昼会に引き続き涙がこぼれそうな表情で、マックスのいる被告人席の柵をギュッと握っているのが見えて胸が締め付けられます。でも、ここまで感情が高まっていても、次の歌い出しはもう心配していません。やってくれる、と期待のハードルを上げてしまっていましたが、さすが吉澤さん、見事に美しく続き言ってくれました。すごい、本当にすごいです。きっと稽古中の変化もすごかったんだろうと想像していますが、この初日が明けてからの公演回数を重ねるごとに、グイン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 と目に見えて、技術が増していくのを見せてくれるというところが本当にすごい。なんかこの、なんていうんですか、お芝居とかシンプルな技術以外の間合いとか呼吸とか、そういう本番やってならではの感じが上手くなっていくというのはすごくわかるんですけど、歌とかダンスとかの基礎技術みたいなところも毎回底上げしてくるっていうのが本当にすごいなと思いまして、しかも栄一さんやりながらなんですよね。何なんでしょうか、この人は本当に。驚愕です。刑務所に行きまして、可愛い囚人ルック。お昼は帽子のつばがピッと上がっていたので、これなら3階からでもお顔が見えると思っていましたが、今回はまた帽子のつばがすごくまっすぐ。すっごいまっすぐ。床と平行な感じでまっすぐ。これは3階からお顔見えないパターンでは、と勝手に気を揉みます。そんなに毎回可愛い顔を見せてくれないっていうプレイかな？そしてラストの二人の曲。もう本当に何度見てもたまらないです。多分1万回見ても1万回泣くと思います。フレーズの切れ目で顔をクイッと傾けたり、視線をパッとかわしたりっていうのがむちゃくちゃ道に行ってて、すっごいブロードウェイの香りがします。あー大拍手。カーテンコールも大喝采。追い出し曲では今回も踊りにたくさんフリ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 おまけがついてむちゃくちゃ可愛いし、もうどうしてこんなにサービスがいいんでしょう。そんな子じゃなかったのに失礼ながらっていうぐらいの出血大サービス。この回は終始テンションも高かったですしね、吉澤さんご自身もすごく乗れていたという手応えがあったのかもしれない。楽しかったんだったら本当に良かった。二度目のカーテンコール、もはやおなじみスローモーションごっこで出てきてハグ、二人で帽子を取ってそれぞれにペコリ、そしてついにレオくんはその今取った帽子を再びかぶらず手に持ったままで三宝礼に臨むことによって、ついに三宝礼にファイナルアンサーが出ました。大拍手。四回目まではここで取った帽子をかぶってしまっていたので、横一列に並んで三宝礼をするときに座長が帽子を取って手を上げるのに自分が帽子を取らずにいるのは悪いんじゃないかっていう感じでなんとなく手を挙げてしまい、釈然としない表情で終わっていたのですが、考えましたね。おめでとうございます。3回目のカーテンコール、肩を組んで出て満場のスタンディングオベーションに応えてそれぞれにペコリ。吉尾さんが屈伸からの大きな投げキスをしたので、レオ君も流されたかのように非常に雑な投げキス、ありがとうございます。桶に振って拍手をしながら、なんとテンションが上がりまくってふわーっという絶叫を2回上げまして、座長に喉がって止められながらバイバイして退場。あーやっぱり楽しかったんですね。むちゃくちゃご機嫌な吉澤さんにもうこちらも胸がいっぱい、手のひらが腫れて手首がもげるまで拍手をさせていただきました。よかった。というところで今日はここまで。明日は晴天をつきまして、その次は吉澤レオさんの6公演目に行きたいと思います。よろしければどうぞお付き合いくださいね。それではまた。